どうも皆さんって言った瞬間に通知が来ました。こんばんは、今現在の時刻が11時40分もうすぐ12時でございます。私は今さっきお風呂上がりました。明日ですね、実はお友達とですね、私お祭りに行くんですけど、ちょっと眠くなさすぎてちょっとやばいなんて、まあ明日ね、ちょっとママも仕事っていうのがあって、で午前中ママが会社に行く前に髪の毛をやってもらって、その後にママがお昼の時に一回帰ってくるから、着付けをしてもらう浴衣を着るんですけど、それで朝早く起きなきゃいけないのに全然寝れないっていう、まあ、最近まあ夏休みもあってね、夜更かししまくってるので、まあ、やばいなということで、ちょっと雑談したいなと思って、はい。さっきのお風呂上がってなんかね、甘いもん食べた、美味しかったよ。なんかシャトレーゼのなんちゃらどうたらみたいなママが言ってた。ということで明日の準備を先にちょっとしようかなと思います。まずこれでしょ、はい、この浴衣の時に持つバッグです。よいしょ。財布、まず財布ね。財布はこの前ちょっとママにもらったこのくろみちゃんのポーチで行こうと思います。これだとさすがにでかいかなと思って、千円札2枚。明日ちょっと髪型を三つ編みにしていきたくて、私なんかいつもお団子って感じだったんで、ちょっと三つ編みにしたいんで、午前中三つ編みママに結んでもらった後にちょっと100均行くんですけど、その時にお金も一緒に下ろしてこようかなと思います。あともう 2,000円ぐらい持ってったけど大丈夫っしょ。とりあえずカードも入れときます。一応こんな感じ。あと小銭10円玉しか入ってない。でなんか推しを入れられる貯金箱みたいなのに、クロミちゃんとウッチアタック西本さんです。それはどうでもいいんですけど、こんなもんでやろう。行く前にお金を下ろしてきますので、2000円と10円玉をいっぱい入れました。これと扇風機一応持ってっとく、あとそうだし、このコードね、これは扇風機充電、でも持ってかなくていいか。とりあえずこれは今出しといて充電しといちゃおうかな。で満パンにしといて明日持ってく感じかな。とりあえず一回充電しますね。あとこれに細かいものを入れます。このママからもらったやつで、これがハンギョドの中に塩分チャージが入ってます。塩分チャージ大事だよって感じで、塩分チャージこれ別でいいや。これを入れます。絆創膏入れとかないとぐずずれしちゃう気がするので、絆創膏入れます。前のお祭り行った時もそのまま入ってたわ、その中に。これ入れて、あと串大事、串この中にモバチュとかも入れちゃうか。モバチュ充電ない、あとでまた充電するんでここに置いておきます。てかこのコードでもスマホ充電するんで、ちょっと全然準備できないじゃん。そしたら受けるんだけど、ちょっと待って、どうなってんのこれ。これキロイって戻すやつになんか引っかかってんだよね。この音治りました、ヤッキー。 あとリップ、うちベーニーでございます。あとこの中にモバジューとコードを後で入れます。これぐらいでいいんじゃないか。 OK 準備できました。でそういやね、今日遊びに行ったの友達と、すごい話変わるんだけどさ、準備終わったから見て、サングラス買ったのちょっと最近眩しすぎということでサングラス買いました。どうですか、似合いますか。ちょっと鼻低すぎて歩いてる間にだんだん落ちてくるって。ほらね、鼻低いでしょ、ほとんど半分以上出てんの、まあ、ということでサングラスを買ったよっていう報告でした。387円とかでした。へね、最近ねゲーセンにね、ハギーワギーのね、なんかちっちゃいぬいぐるみみたいなのがあるんだけど、それを集めてたの。今日全コンプしました。ちっちゃいクレーンゲームでさ、めちゃめちゃそれが取りやすくて300円200円で取れるわけよ。ハギーワギーめっちゃ可愛いよね。じゃじゃーん、ハギーワギーの仲間たちでーすこれを200円か300円で1体ずつ取って
集まりました。大ブブンヌヌリーやん。ハギワギとかってめっちゃ高いから、クレーンゲームで200-300円で取れたのはでかい。これもう2学期始まったら、あの学校のね、宿場につけるんで、友でございます。めっちゃ可愛いないこれ。黄色可愛いな。でもね、顔がさ、ピンクのハギワギで顔違うんだよね。ほら、かわいいしょ。あー、いいいい、こんな感じです。これを机のところに飾ろうと思って、あの今ね、ほとんど溶けたんですよ。これこれこれの香水入れてたところに並べようかなとか思ったり。あ、でもさ、逆にこの前にさ置いた方が可愛い説ない？ワンちゃん折りたたむ感じで入れるしかない。長いよ。めっちゃ可愛いんだけど。え、ちょっと待って、なんか思ってたのと違うんだけど、なんかやめよ。やめとこ、取り前やめとく。全然可愛くなかった。なんかいい感じで、ここに飾る。てか、なんでここにハンガーあるんだろう。おもろ。はい、じゃじゃーん。可愛い、さすがに可愛い。よし、これからこんな感じでやっていくので、よろしくお願いします。くだらな。なんていう感じの話でした。マジでやばいね。ちょっと明日お祭り、一応予定では予定で組んでた行きたいねって話してたお祭りはラストなので、ちょっと最後のお祭り楽しんじゃおうかなと思います。よかったです。まあ明日はできればいちご飴食べたいかな。でもこの前のお祭り行った時にいちご飴食べれたんですよ。でしょ、かき氷食べたいの。今年ね、かき氷ね、その前お祭り行った時に1回しか食べてなくて、ブルーハワイ食べたいな。いちごをねこの前食べたんだけど、あれ今日前髪調子いい。話変わりすぎて草なんだけど。まあということで、まあ時間は今ですね、結構12時過ぎて、まあ、やばいんで、ちょっとそろそろ寝ようと思います。明日の準備もできたし、友達と集合する時間まではゆっくりできるので良かったです。とりあえず明日早く起きてママに髪の毛やってもらって、その後寝転がって寝ないようにしようと思います。お昼寝するときは座って髪の毛が崩れないように寝たいと思います。 でも髪の毛もほとんど乾いてきてるんだけど、ちょっと後でも乾かしてね、寝ようと思います。ということで、あのお話のお付き合いありがとうございました。じゃあ明日楽しんできます。あ、ちなみに明日準備動画みたいなのも撮るから、よかったら見てください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。